知らないおじさんが出てきてさ、はい、白い錠剤くれて、はい、これ飲みなさいって言われて、はい、これ飲んだら治るからって言われて、あの薬飲んでなかったら多分死んでたと思う、はい。でこの先生に、はい、そうですよね、取ってもらおうと思って、そうですよね、そうですよ、取ってもらおうと思って、はい、電話したんだけども、はい、あんたよく生きてんねって言われて、そうなんですよ、あんたよく生きて、あんたこんな状態でよく生きてるねって言われて、はいはいはい、あんたもう肺が真っ白で肺が死んでるじゃん言われて、なんかレントゲンのように見えてるってことですよね、その方の、あ、見えるんでしょうね。でね、僕ね本当に多分ね、はいはい、僕ね死んだんだよ本当は。本当は死んでたと思うの本当に。いや本当に辛かったから、はいはいはい、本当に辛くて入院前ですよ、入院前、あ、その入院前も辛かったし、はい、入院してからも辛かったし、はい、その間ね本当に面白いからね僕ね、はい、人生でこんなことないんだけど、はい、教えてください。5日間同じ夢見たんだよ、僕基本的にあんまり夢見ないんだよ、はいはいはい、あんまり夢見ない人間が、はい、5日間全く同じ夢見たんだよ、全く同じ夢、寸分狂いない、はい、なんかもう一回 DVD で見てんですかみたいな同じ夢を5日間リピートしてみたんだけど、はいはいはい、知らないおじさんが出てきてさ、はい、知らないおじさんがなんか白い錠剤くれるんだよ、白い錠剤、白い錠剤くれて、はい、これ飲みなさいって言われて、はい、これ飲んだら治るからって言われて、はい、本当ですか、ありがとうございますって言って、はい、で知らないおじさんだから、はい、すみません、これタダでもらうわけにいかないんで、これいくらするんですかって言ったら、はい、1万円って言うんだよ、はははえ、これ1万円もするんですか、一粒ですもんね、一粒で、そうです、一粒で1万円もするんですかって言って、はいはいはい、うん、そうだって、はいはいはい、文句があるなら飲まなくてもいいってめっちゃすごい上から目線のすごい営業スタイルできますね、わかりましたって言ってさ1万円払うの、はい、でそれを飲むっていう夢を5日間連続見たんだよ、そうなんですね、多分、はい、あの薬飲んでなかったら多分死んでたと思う、はい、うわー、そうなんですね、うん、だって本当に死にたいと思ったんだよね、本当に死にたいと思ったの、あの辛すぎて、あのね、なるほど、エンドレスで吐き気が続くとね、はい、心折れてくるんだよね、もうメンタルがおかしくなってくるんだよね、そうなんですね、うん、いや、もっと楽になりたいから、だってもうずっと気持ち悪いんだよ、だって俺はさ今この撮影の時はさ、はい、今我慢してればいいだけじゃん、ちょっと待ってよ完全に僕目線で言ってるじゃないですか、どういうことですか、だよ、いい意味でだ、いい意味あるか、これにいい意味あるか、今ちょっと我慢すればなんとかこう解放されるけど、切断的にね、はい、24時間そうですね、エンドレスで吐き気して24時間ジャニーですよそれ状態的にはジャニーがずっと横で看病してくれてるようなものだからしんどいんだよ、しんどいんだちゃんと言った、いや、いい意味でだよ、いい意味でしんどい、あるか、いい意味でしんどい、いい意味であるか、いい意味でしんどくて、はい、メンタルが壊れると、はい、やっぱあんまりもの考えられないんだな、あ、そうなんですね、でね、僕本当にね病院の5階だったの、はい、僕入院したの5階だったんだけども、はい、あれ飛び降りたら楽になれるよなって、この吐き気から解放されるんだったら俺死んだ方がいいなと思って、はい、俺ね窓まで行ったんだよね、あ、そうなんですね、窓まで行ったんだけど、はい、病院の窓って開かないんだよ、あ、そうなんです、開かないんだよ病院の窓が、あ、そうなんですね、もう、でよか、どうだ、どこ行っても開かないの、あ、そうなんですね、そう、もう延々とどこ歩いても開かないの、その5階は、そうなんですね、もうどこも開かないので、窓開けてくださいって看護婦さんに頼んだら無理ですって言われて、あ、そうなんですね、鍵、本当の鍵閉まっちゃってるから、あ、そうなんですね、看護師、本当に鍵持ってる人じゃない、鍵持ってる人じゃないと開けられないんだよ、あ、そうなんですね、で息苦しいから窓、外の空気吸いたくて、はいはいはい、はい、もうシャバの空気が吸いたいんだよ、もう閉じ込められてるから、閉じ込められてるし、はい、なんかもうそのあとね、はい、一番嫌だったのが、はい、個室にしてくれって言ったんだけど、はい、空いてませんって言われて、もう4人部屋だったんだけど、はいはいはい、僕ね本当に隣の人が嫌で、1日にね、はい、あの50回ぐらい閉すんの50回ぐらい閉すんだよ、あ、そうなんですね、しかもでかいやつをぶってやるんですか、うん、めっちゃ衝撃的じゃないですか、でね、はい、もう1日に大量 そのおならが出る人っていうのは、はい、食いすぎなんだよ、あ、発酵してんだよ、もうなるほど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 、ではい、あんな病院食食べてて、はい、おならが止まらなくなるとかないんだよ、はい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 、はい、だけど隣の人、はい、
常に何か食べてんの。え、そういうのできるんですか。どっかから差し入れかなんかでもらってんじゃないの。あ、そうなんですね。でね、いつもボリ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 食べてるから、なんかポテトチップスみたいなの食べてんだと思う。はい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 、音だけ聞こえてる。もう今いつも食べてんの。ポリポリとブだけ聞こえてくるんです。そうそうそう、だからポリポリかブーとか。もうそれがもう辛いですね。毎日聞かされてみな。そうですね。あ、狂っちゃい、24時間一緒だから狂っちゃいそうな感じしますね。狂っちゃいそうな気がしてきました。今すごく共感できました。もうね、はい、本当に嫌なの。そうですね。でほら、顔を見たことないんだよ。はいはいはい、カーテンで閉まってるから。カーテンで閉まってるから。閉まってるから、はい、見たことないんだけど、はいはいはい、毎日検診来るんだよ。はいはいはい。看護師さんが。看護師さんと、はい、なんていうの、その偉い人。あ、そうなん、財前教授みたいな人。そう、財前教授みたいな人たちが、はい、こう大名行列やってくるんだよ。本当ですか。やってくるんだよ、本当大名行列みたいな。そうなんですね。うん、で、カルテ持って、桜庭さん、今日はどうでしょうかみたいな。はいはいはい、はい。いや、気持ち悪いっす、みたいな。はいはい、はい。吐きが止まんないっす。はいはいはい、はい。もう教授の顔見てるだけでもムカムカしてきます、みたいな。イエーすごい。イライラがね、もう、いや、本当心は優しい。当たることないからもう。そうです、そうです、そうです。そうですよね。うん、もう余裕がないから、余裕にも。余裕ない。で、その看護婦さんとか1日何回行くんだから、もう 4,5 回来るんだよね、はい、大丈夫ですか、はい、みたいな。はい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 。で隣の人にも来るんだけど、はいはい、隣の人さすごいいい人なんだよ。あ、そうなんですよ。そう、どういうことですか。看護婦さんたちとかにはすごい敬語で、はい、すごい下から目線なんだけど、はい、看護婦さんたちがいなくなった瞬間にブリブリっと始まるんだよね。なんだ、めっちゃ嫌ですね。なんかめっちゃ嫌でしょ。なんかその人がいるのに、はい、なんでそういうデリカシーがないのかなっていうのはすごい不思議、はい、ああ、そうですね。そんなのと長い間ずっと一緒だったから、いや、そうですね、気持ちは悪いし、はい、大王自身は食べられないじゃないですか、うん、食べられない。なのに隣でずっと食べ続けてる上に、もうずっと延々と食べてたね、はい、あの人。おならも止まらないし。おならも、だからもう相当なジャンクフードずっと延々食べてたんだろうね。そうなんすね。そう、あれだから治んないんだよ、あの人。あ、ジャンクフード食べてっから治んないんだ、あれ。あ、そうですね。うん。もうそういう人に伝えたいですね。伝えたい。はい。うん、と伝えてほしいな、本当に。食べてはいけないんだよ。うん。だから本当に、そんな状況の中、はい、やっぱ解熱剤飲まされるんだよ。はいはいはい、はい。解熱剤飲みたくないけど飲まされるわけ。はい。で、まあ39度とかあったからね。はいはい。で、まあ飲むと、まあ下がるわけだよ。あ、そうなんですね。いや、薬飲んだら下がるから。うん。で、また薬の効果が切れるとまた上がってくるって、まあそれをずっと延々と繰り返すね、うん。苦しいですね。うん。で、熱下がった時に、うん、もう3日間熱が下がってたら、もう退院してくださいって言われて。あ、そうなんだ。だから治ってるかどうかとか関係ないんだよね。はい、そうなんです、ね。熱が下がったら強制的に退院させられるんだよ。はあ、病床が足りないからとか、そういうことですよね。いや、ガラガラだったよ。いえ、全然ガラガラ。あ、もう全然ガラガラ。ああ、そうなんですね。うん、だから本当個室にしてくださいって言ったんだけど、空きがないとかってさ、他見たらさ、ガラガラだの。いえ、そこだけ、ここだけ4人じゃんみたいな。隣に空いてんじゃんみたいな。ええー、そうなんすね。まあそんなんで、はい、まあ3日間熱が下がって、はい、まあ熱は下がるんだけど、うん、その吐き気は止まらないわけよ、はい、あ、そうなん。あとね、吐き気だけじゃないんだよ。もうこの倦怠感が尋常じゃないんだよ。あ、だるい。もうね、人生で経験したことがない倦怠感。え、それどういう状態なんですか、その倦怠感は。もうね、なんかね、もう200キロぐらいのスクワットすると担いでる感じ。あ、なるほど。200キロぐらいのスクワットか、ちょっと想像できないですけど。いや、大悟にしてみればめちゃくちゃピンとくる例えだったと思うんですけど。筋肉的すぎて、例えが。いや、でもね、退院するときに、シャワー浴びますかって言われて、はい、それまでもシャワー浴びま、なんか、一日おきかなんかしかシャワー浴びれないんだけど、あ、そうなんだ。気持ちが悪いから、そのシャワー浴びるとかそんな元気なくて。余裕がないんですよ。余裕がない。はい、で、最終日に、はい、そのシャワー浴びますかって言われたときに、はい、あ、ちょっともうさすがにちょっと、もうロングタイムにシャワー浴びてないから、うん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 、もうタオルで拭くぐらいだから。あ、そうなんですね。ほで、あ、じゃあお願いしますって言って、はい、看護婦さんと一緒にシャワー浴びたんだけど。ホテルだよ、なんか。え、そういうのありな病院もあるんですかね。いや、悪くないですよ、悪くないですよ。僕もぜひそこ紹介してほしいなって思いました。何が言いたかったかっていうと、はいはい、その時初めて全裸になって自分の体を見た時に愕然としたんだよ、はい、どうしたんですか、どうしたんですか。いや、もうガリガリで。あ、痩せてたんですね。痩せてた。ええー、